若者が勧めたい90年代ドラマ参戦、どうもゆうちゃまです。今回はね、90年代ドラマの好きなゆうちゃまが90年代ドラマを勧めたい、社会派ドラマだったりトレンディードラマなど、90年代って数々の名作ドラマがありました。今日はそんな名作ドラマを勧めたい。まずはですね、90年代ドラマといえばこのドラマ外せないんじゃないでしょうか。東京ラブストーリー。トレンディードラマのイメージといえばこのドラマを思い出す人多いんじゃないでしょうか。公衆電話や固定電話で電話する時代でしたね。もう待ち合わせとかね、ちょっとその場所に行かなかったら会えないっていうね大変な時代ですよね。うん、バブル時代というか独特の雰囲気があって、生まれてないけどゆうちゃまは好きなドラマですね。うん、すれ違いがいいのかもしれないですよね。2つ目、踊る大捜査線。刑事ドラマってもっとこうバンバン銃撃戦とかカーチェイスのイメージがあるかもなんですけど、意外とね、所轄と本庁の対立だったり、そういったなんかこうね、会話劇というか、なんかそこら辺が面白いんですよね。うん、踊るシリーズね、90年代なんですよ。織田裕二さんすごいですよね。東京ラブストーリー、踊る大捜査線、無双してましたね。うん、もっと語りたいけど、まあ3選なのでもう一作最後に、高校教師。野島伸司さん脚本の名作ですね。真田広之さん、桜井幸子さんっていうタッグが織りなす禁断の恋愛物語。今では当たり前になってるテーマかもしれないんですけど、この時は斬新というか、なんかドラマでは新しかったんですかね。ここまでこうワンクールかけて描いてこなかったのかもしれないですよね。うん、非常に美しい恋愛でした。透明感のある桜井幸子さん、もうね、高校教師名作ですよね。90年代語り尽くせません。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。